障害の方たちの自立を応援したいっていう気持ちがあったので、まあ、グループホームをやっていくうちに働き先も自立に向けては必要と思っていたので、まあ、2017年に、就労の方の B 型事業所を立ち上げまして、もらえる工賃が1万いかないんですよ。8000円だったりとか1ヶ月、なんかそこにすごく疑問がありまして、これが障害だからできないねではなくて、でもできる、こういうできることがあって、ここがすごくやっぱりね持ち味なんだから、そこを伸ばしていって生かしていこうっていうふうにしていて、まあ、でも大体みんなその最初の一歩ってすごくハードルが高くてですね、就職するにしても何をするにしても、なので一番やっぱり大事にしているのは本人の気持ち、本人がどうしたいと思ってるかっていうところをとことん向き合って引き出して、じゃあどうしていくっていうのを本人に最終決定してもらう。千葉フードの会を紹介してくださった方がいて、農業であれば自分たちが頑張った分だけ工賃を上げる、みんなに払えるお金を上げられるっていうのもあったので、それで2017年から千葉フードの会さんと、農場の方をスタートしまして、3年ぐらいしてやっとこう売上げが立つようになってきて、国立採算で行こうっていう形になりまして、そこから、NPO 法人を立ち上げ、夢の形ファームが始まったっていう形です。弊社は電子部品を主に扱っている物流会社になります。まあ、SDGs は進めていこうというふうになってはいるんですけれども、その中でも成田営業所の方では独自でこういろいろな活動をさせていただいて、その中の一つが今回野菜販売になります。野菜販売します。私が個人的に無農薬野菜がすごくこう欲しいなって探していたんですけれども、連絡いただきまして、無農薬野菜で検索をしたらうちがヒットしてきて訪問してくださって、野菜買わせていただく中ですごくこうこんな風な思いを込めて作っていますっていうところですとか、本当にこう作っている皆さんの姿も実際にこう見させていただいて、本当に個人的にこうずっと買わせていただきたいなって本当にこう第一印象で感じたのが、はい、本当にきっかけだと思っています。ぜひ来てもらえませんかってお誘いいただいた時には一番嬉しかったですね。1回目の販売の時に本当にこう全然来なかったらちょっとどうしようかなってちょっとそこは心配していたんですけれども、実際には1回目の販売の時から来る従業員はいましたので、本当にこうその恩返しがまた少しでもできればなというふうに思っているので、本当に支えられの関係でお取引できればなというふうには思っています。はい、農薬で、はい、食べれてお安く買えるので、でもいい取り組みだなと思います、ね。はい、自分たちが作ったものを本当に実際目の前で美味しかったとか感想言っていただいたりとか、喜んで買ってくださるのを見て、やっぱり働くことの意義だったり楽しさだったりっていうのが目に見えて分かるので、それがみんなのまたモチベーションになるっていうところでは本当にいい関係し、まあ、いい循環になってきている。はい、肉と一緒に炒めてもいいし、で野菜はニンニクと一緒に炒めても美味しいです。このコミュニケーションを取らないとできない作業じゃないですか、農業って。それがすごくいいなと思っていて、お互いに声かけをしたりとかっていうのができることで本当にお互いにこう成長し合えるので、農業はすごい可能性あると思います。それでできる作業がすっごいたくさんあるじゃないですか。だからその得意分野をそれぞれが活かせる、内職作業で集中することを覚えたりとか、こう細かい作業をできたりとかっていうの で畑では体力をつけたりとか、コミュニケーション能力をつけたりとかっていうことができるので、この両方があるっていうのがすごくベストだなと思っています。
農業本当にもっともっと可能性があって、もっともっと機械とかも入れて、みんなの工賃も上げてしっかり払えるようになると、もっとみんなの意識が変わってくるだろうなと思ってるんですよ。昨日まではできなかったことが今日できるとか、昨日まで話さなかったことを今日言葉として伝えるとか、そのそれは多分障害の人たちもその今までできなかったことができる可能性だったりとか、本当にうちはパルさんのおかげで順調に事業が進められてますという感じです。雇用されてるからその人の実力に合わずに払われてることって結構多いじゃないですか、障害の方って。なんかそれってどちらどうなのかなって私の中にはあって、ちゃんと自分が成長していった分上がっていく方がやりがいがあるというか、就職していって自分がきちっとお金をもらえるようになるとかっていうことでやっぱり変わってくるんですよ。でそういうふうにして生きていける社会になっていくと、もっともっとね、みんなが自分の能力を発揮できる気がします。